どうも、構図です。今回ですけども、運営のゴリ押しが全て失敗してくる理由は何なのかに、法廷でこそが思うことという動画の、コメント欄、拾っていこうのコーナーです。はい。よろしくお願いします。いつも皆さんね、コメントありがとうございます。こうやってね、たまーにコメント拾う動画アップするので、懲りずにコメントをしてみてください。はい。よくありました。まだまだ AKB 楽しみ。アイドルグループならゴリ押しはある。でも、たまにどうしても好きになれない人が押されて、その時に次にすごい可愛い人が入ってくる。まあだからゴリ押し面が好きか、好みかどうかは、マジで、ね、まあ好みの問題って感じ。みずみについては一体いつの話ですか？いや、でも直近の研究生行為の話ですよ。先週、11月23日の話です。Vlog 見てみてください。ただいま恋愛中行為については、たじみだろうが着席だろうが目線合わせてきます。要は目線合わせられないから、たじみサイズで見てほしいと言ってましたけども、すでに克服できてます。いや、克服できてなかったよ。いや、できてなかったです。ソララは癖が強いですが、あのリアクションは沼です。個人的にユキタンのリアクションも好きで、見た目サバサバしてます。対面でお話ししてた。へぇ。あと、まゆうちゃんはおじさんキラータイプを地で行くタイプなので、幼稚で、それだともう最高じゃん、グラビアやって。ね、懐かしいな、レス問題。それこそ10年近く前の劇場でレス配りまくるメンバーなんてほとんど聞く。そうですか。好きは4期以前は視点はまっすぐに、柴田彩さんが、なるほどね。確かに爆裂パフォーマンスのイメージあるわ。今日の、ね、めっちゃ勉強でめっちゃ面白いんだけど、ありがてえ。毎日朝言うとありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。いつもご視聴。何をもって失敗というのがよくわかりません。運営一押しメンバー一番人気にならないのはイケメン。まあそうだね。藤江ね。宮崎ね。ミャオ。小森美香。岩田カレン。三宗薫。大和田奈々。矢作萌香。半数ぐらい道義に抜かれるか、体制する前に卒業批判に終わってます。まあそうだね。もう5期は一気にリノリエだったもんね。一気に来たもんね。すごかったよな。しかし、もともと AKB、夢の決めた序列が全て振るタイプのアイドルと違って、オタ人気が序列に大きく改変されるまた選抜、非選抜の待遇の差が激しいので、運営調整メンバー増長して、見外しがちで、松井ジェネ、小玉、加藤、みんな、滝、中野、郁美など、不安定で問題を起こしがちになるに対し、松井玲奈、宮脇桜、石田地方、小栗稲で、オタ人気の押し上がったメンバーは、確かに、これは一理あるわ。でもなんか、ハルピノは、ドキュメンタリーオブ HKT48 とかなんか見たら、なんか、わかるけん。違ったっけなんかで見たな。ハルピのインタビュー。オタ人気に押し上がったメンバーは意識高い傾向があるから。そうだね。だから、こういう子が出てくるためにも、ゴリ押しって逆に必要なんじゃないか説ね。かませ犬的な意味で。ゴリ押しはするべきしない運営はある意味無責任である。プロデュースってのは野放しの競争って話では言葉の意味としては成り立たない人。なるほどね。研究室の間だけ髪を頼んで口出せるわけやし、できるか研究室の間で大人気が聞き入れ存在しないと、結局セルフプロデュースアイドルになってしまう。松雪とかがめっちゃ髪染めてなんか周年公演出た時はちょっと驚愕しましたけどね。どうしたっつって。ドボンですら順位上げるためにオートでプレイしてるのかもしれないけど、自分のオタいないとスタンプの一つも押さない順位上げちゃう。へぇー、そうなんだ。反面売れてる子は反応もいいってこういうことで、つまんなってなるからな。そうなの。オートプレイで反応しない17期18期は印象悪いな。さすがに、やるならそこまでやった方がいいよね。でも俺、なんか対戦した子大体あれだよ。シュタンプ押してくれたよ。クロス、はるかちゃんとか、工藤かすみんとか、ハルピョンも押してたな。ハルピョンも対戦した、この前初めて。でも逆に他あんまり対戦しないという。ゴリラ氏はあるのでしょうね。でもそのチャンスをしっかりものにできるのは本人次第、他の人を言うと、りんちゃんもゴリ押し時期あったけど、それしっかり言うし、なるほどね。18期であれより可愛い人の方が好き。荒井さえちゃんアンチがいるんだね。もはや。もう。みずみへのコメントはまさしくその通りだと。彼女は努力家で様々な立ち位置構え、覚えて公演に出てるのはすごいと認める。彼女の公演見た時にレスが下手だとそうでしょ。11月23日の公演でそうでした。僕はそれ、前から2列目座っててそう感じるんだから間違いないよ。
構図が言ってる前列を前列に下げるというスキルは意外と簡単ではない。そうだよね。最前列今までに十数回経験する割の感覚だと、ユキリン、ユイリー、コミハル、ハルピョン、ユイユイ、クルルは目線を下げて、オカペリンちゃんもくれますよ。若手ではおそらくダンスをしている時の姿勢で目線を上にして背筋を伸ばすと徹底的に刷り込まれているので、最前列目線を下げる意識がない。なるほどね。自分で工夫して覚えないと身につかないスキルだと思う。あと構造は現場代用的な音の代表格で何俺今度から現場代用を名乗ればいいの佐藤愛理頑張ってる若手、周りに気配りしてる若手、ただ顔が、まだ好き嫌いはしょうがない。好みじゃない子を無理くりなんか好きになれとは言わないよ。好きな子押せばいいじゃん。それはもうご利用したのは別じゃない。荒井沙耶ちゃん18期で最低完売数。ユキリンパイセンが昨夜の研究生公演を見に行ったみたいですよ。高3動画見てレスの指導に思い、やってたらでかいし、多分そのレスの指導みたいなのを、そのユキリンチャンネルみたいでマジでやったら、マジで本当に構図アンダーグラウンド見てるよね。企画としてやったらいいじゃないですか、みたいな。俺か、言ったよね。確かね。だって、ね、釣り女王だって言われてたんだから、柏木ちゃんなんてさ。もう卒業も決まってるから、事業承継じゃない、技術継承した方がいいみたいな話したよね。Vlog かなんかで。構図先生の言う通り。おっさん釣り系キャバ嬢センス、正統派、秋元ブレズ、K-POP 寄せ、どれかに絞るのではないのでは。一が結局今の顧客層、そうだね。おっさん釣り系キャバ嬢センス重要だよね。で、この1と3、その正統派かつおっさん釣り系キャバ嬢センスを合わせ持った子が強いんじゃない？荒井は、そうなんだ。荒井沙耶ちゃんアンチがいるんだね。千葉エリーちゃん、スタイリーしかいいから仙台させ、絵になるから大森魔法ピョンアンチもいるんだね。わからん。なるほどね。まあ、そんな感じでした。いかがだったでしょうか？ぜひぜひ、チャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。どうも、コーズです。今回ですけども、今月は満ちるという楽曲、ついにプロデュースいたしまして、楽曲プロデュースね、構図アンダーグラウンドフューチャリングの、楽曲プロデュースは結構ね、曲数も出てきているんですけれども、まあ、今月は満ちる。これは指原莉乃さんが HKT メンバーに書き下ろした公演の、表題タイトルになっているわけですけれども、僕なりの解釈で歌詞を自ら書いてみました。全くサッシーのね、今月は満ちるとは全く別の楽曲になっていますが、まあ、王道アイドルソング調であるということは、似ています。なので、ぜひね、音源化されていない指原伝説の、今月は満ちるを思いながら、構図アンダーグラウンドの今月は満ちる、ぜひ聴いてみてください。MV 公開中です。